飯島篤人と役の妻狩がりみです、えー。僕の演じる篤人とというキャラクターは、えっ、ー、と、とても漫画が好きな人です。でですね、多分みんなもきっと漫画が大好きっていうのは多いと思います。でも、篤人とはそんなに、そうですね、絵描くのが好きではあるんですけども、まあ、なんだろう、自分が思った、 僕がこれを描きたいんだって思った絵ばっかり描いてるまあちょっと言ってしまうと自己中心的な、そういう絵を描くばっかりの、まあ男の子です。まあでも、それでも、このお芝居の中で、まあ舞台になっている広島のそのこと、それで、あの出会ったその白井勝利さんというおじいちゃんの話を聞いて、でもアストの中でとても変わったことがあるんですね。それはやっぱり、なんでしょう、その、見ていて、 聞いて、その自分の中では体験したことはないんだけども、でもそのおじいちゃんの話を聞いて、僕もこういうふうに書いてみたいっていう、その時アストが変わったっていうことが、この中ですごく大きく描かれてるんですけど、そこを見て、で、他の高校生二人も、どういうふうにこの高校生三人がアストも含めて変わっていったのかっていうのを感じてもらえたらなと思います。